兄、アンディ、もういいかい？さあどこかな。あ見つけた。たちも顔が赤いよ。今日はもう遊ぶのをやめてお家に帰ろうか。本当に暑いな。スクールビー。え、何？エアコンが壊れてるの。中がすごく暑い。うん、本当？ごめん、窓を開けるね。うわ、風が暑いよ。すごく苦しい。外に出たい。僕も出たいよ。下ろして。あ、わかった、いいよ、降りて。スクールビー、クラクラする。僕もあと吐きそう。どうしよう。早くレスキューチームを呼ばなきゃ。二人とも待ってて、今呼んでくるから。頭痛い。二人とも平気？ポリー、クラクラする。大丈夫、助けに来たよ。ところで、スクールビーはどこかな？君たちを呼びに行くって言ったまま戻らないんだ。ポリー、ここは私に任せて。ロイとスクールビーを探して。了解。よいしょ。ここで休んで。お水を飲んで。スッキリした。僕もスクールビー、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 スクールビー。ポリー、ポリー、ここにいるよ。スクールビー、ここだよ。あ、ほら、あそこだ。目がしてフラフラするよ。スクールビー、どうしよう、止まらない。ロイ、頼む。ロイ、大丈夫？大丈夫、でもスクールビーが熱っぽいよ。日陰に連れて行って休ませた方がいい。よし、急ごう。よし、楽になったよ。これからは気温が高くなりそうな日はお昼の12時から夕方5時まではあまり外に出ないように。あと日陰で十分休むことと、こまめにお水を飲むようにしましょう。服は暗い色より明るい色の風通しのいいものを着よう。わかりました。あの、僕が気をつけることは？スクールビーには子供たちが降りた後に誰も残っていないか確認してほしいんだ。そうだね、窓が閉まってると車の中は暑くなって危ないから。うん、わかった。
みんなも暑い日に遊びに行ったりしちゃダメだよ。うん。ああ、トラッキー、メーターはやっぱり壊れてないみたい。本当にタンクが空っぽだ。そんなわけない。タンクには貯水池から水が入るようになってるから空っぽにはならないはずなんだ。本当に、うん、だったらおかしいな、うん、あ、ヘリー、貯水池を見てきてくれないか。わかった。大変だ、貯水池の水が枯れてる。池が空っぽで水が全然ない。枯れてる？言われてみれば、うん、作物がいつもより乾いてるみたいだ。トラッキー、こうなったのはいつからだい？何日か前、しばらく雨が降ってないから。一体どうしたらいいんだろう。早く雨が降らなきゃオイラの作物が弱っちゃう。大丈夫、何か方法があるはずだよ。そうだ、とりあえずできるだけ水を持ってくるよ。ロイ、ありがとう。ヘリー、タンクに水を入れるのを手伝ってくれ。了解。あとちょっと、頑張って水を出して。ああ、止まっちゃダメだよ。ああ、そんな畑が。ああ、緊急事態、緊急事態、トラッキーの畑が危険な状態よ。みんな今すぐ出動よ。了解。作物が全部ダメになったらどうしよう。大丈夫さ、トラッキー、やれるだけのことはやってみるよ。ロイは畑を見て。了解。僕たちはタンクに水を入れよう。行くぞ。水が来なくなったみたいだ。ポリー、タンクはどうだい？急いで残りも入れるよ。ヘリー、もう全部入れた？うん、入れたよ。アンバー、ポンプを動かして。任せて。あ、おかしいわ。みんな、これを見て。どうしたの？水が足りない。ポンプが動かせないのよ。どうすればいい？もう水はないぞ。そんな、諦めるしかないの。水を手に入れる方法は？貯水池が空じゃん。他に水があるところはないよ。大事な畑が、一生懸命育てたのに。トラッキー、ねえ、もっと水があればいいのに。トラッキー、水を持ってきたよ。おい、待ってくれ。みんな、どうしたの？トラッキーの畑の話を聞いて力になろうと思ってな。水が使えないのは不便だけど、トラッキーはもっと大変だろうって。そうだよ。みんな、本当に本当にありがとう。よし、みんなが助けてくれるならもう一度やってみよう。うん、よし、はい。ねえ、運ぶね。できたよ。気をつけろ、みんな。あった。ありがとう。満タンだわ。トラッキー、ポンプを動かしてみて。うん。うお、はあ。おお。水が出た。水が出てる。よかったね。ほら、見て。わーっと
ジーがとても少なくなっています。電気を大切に使ってください。いつもあんなこと言ってるけど、今まで大丈夫だったじゃないか。だけどスプーキー、エネルギーがなくなるって怖いことだよ。動けなくなっちゃうんだから。もうキャップ、そんなことあるわけない、心配ないって。うん、あ、マシンが止まっちゃった。あれ、うわ、真っ暗になっちゃった。一体どうしたんだろう。スプーキー、スプーキー、助けてスプーキー。どうしたの。スプーキー、助けてよ、動けなくなっちゃったんだ。何がどうなっちゃったの。これは緊急事態だ、緊急事態だよ。切れたみたい。もうこれ以上進めないわ。なんだって。実はさっきポスティにエネルギーを分けてあげたの。私はいいから早く行って。本当に大丈夫アンバー。私は大丈夫、もうすぐ風が吹くわ。急がないと間に合わないでしょ。分かったよアンバー、すぐ戻ってくるからここで待っててね。うん、うん、待ってる。風車が正しい方向を向いていない。直接動かした方が良さそうだ。ヘリー、やってくれるかい。うん、もちろんだよ。ヘリー大丈夫？エネルギーが切れちゃったみたいだ。ロイ、僕らのエネルギーをヘリーに分けよう。了解。ダメだよ、それじゃあ君たちが動けなくなる。だけど今はそうするしか手がないんだ、時間がないんだよ。ヘリー、できるだろう。うん、僕やるよ。よし。ヘリー、もうすぐ風が吹いてくるわ。うん、しっかりしてた。電気を消さんとな。どうだいスプーキー、これでも電気がなくなっても平気？まさか。本当に本当によくわかったよ。これからは僕も電気を大切に使うよ。
本当に？もちろん、もう真っ暗闇は怖いから嫌だ。スプーキー。